皆さんこんにちは、マイです。今日もジョージアからお届けしております。今日の朝ですね、トリピ市、首都ジョージアの首都に到着しまして、先ほどホテルにチェックインしてきました。そして今からね、市内を観光しようと思っているんですが、これがですね、教会になります。聖教会ですね。かなり大きい教会でして、トリニティ教会というふうな名前がついておりますが、比較的新しい教会になります。今日はね、運よく天気が良くて、日中も22度というふうに暖かくなりそうな予報が出ています。この青空をバックグラウンドにして、このアイボリー色の建物が非常に美しいんですが、とにかく巨大です。むちゃくちゃ大きい、教会ですね。はい、これ一応ね、中に入れるので、中にもね、見学してみたいと思うんですが、ただ正教会の教会ですので、女性はね、髪の毛を隠すというかスカーフを巻くことが推奨されております。あと一応男性もね、ショートパンツはあまりよろしくないんではないかなと思われます。この教会の周りを囲うスクエアもとても広くて、でこのトリピ市という、ジョージアの首都ですが、坂が多いことでよく知られております。なので私たちが泊まっているホテルもですね、ちょうど坂の上にありまして、おすり鉢状になっているんですね。この景色を見ますと、割とモダンな建物もたくさん建っていて、高層ビルですね、もたくさん見えるんですけれども、他の上の方にまで建物がね、続いているのが見えるかと思います。あそこにも小さな、教会のベルタワーが見えますね。はい、とにかく大きいので。Thank you.
方を目指して歩いてきたんですけど、いきなりこういうすごく近代的な建物がね広がりました。なかなかジョージアの首都も近代的な都市づくり進んでいるようです。これは何でしょうかと拡大してみると橋ですね、たくさんの方が橋の中央で、止まって多分写真とか撮っているので、私たちも多分これをね渡れるんじゃないかなと思います。公園からつながっていて、川の上にかかっている橋ですので、これを越えて、町の反対側に行けるんじゃないかなと思います。なんかここは人ん家を通ってるんじゃないかと思うような狭い道を通ってきたんですけど、ちょっと広く開けた通りに出まして、で階段を見つけました。これでね道路を渡れば市立公園に着きます。市立公園への階段を降りているところです。なんかこの辺はねクリスが以前から来た時は全然何もなくて荒れた状態だったらしいんですが、今はいろんな方がまだ作業してまして、近代的な公園作りがね進行中で行われてるみたいです。そこにねケーブルカーみたいなのもありますね。ケーブルカーで上まで上がっていけるのと思います。川を渡って坂を少し登ったところに古い、町並みが観光者向けにレノベートされたエリアがあります。その中にちょっと目立つ位置に立っているのがセントジョージアルメニア教会です。中には美しいフレスコ画がかかっていて、あと中のね装飾品も綺麗なので、もしここまで来たら、教会の中も見てみてください。セントジョージアルメニアンチャーチです。アルメニア教会、ドゥリピシの現存する教会の中でも最古の一つになります。1200年代に建てられました。古いツーリストがいっぱいいるね、古いオールドタウンから、離れてきて、町の都市の新しいパーツに移動してきました。それでも古い建物、旧式の建物が美しい状態で残っております。この辺りもね、美術館とか博物館とか、あとは図書館とかね、綺麗な建築が残っているところがポツポツあるので、散策するにはいい感じだと思います。ちょっともう今日はね、昨日少々ホテルでトラブルがありまして、寝不足ということもありまして、こういうねフラットな街中を歩く方が体力的には助かっております。オールドタウンはね
アップダウンが激しいので、本当はね、多分ね、3日ぐらい滞在してゆっくり回るのがいいんじゃないかなと思うんですけれども、まだここに教会が見えてきましたね。こんな風にどこを切り取っても美しい街なので、